桜井翔一郎は、日本のイギリス文学者、イギリス史学者、京都大学名誉教授、大阪府生まれ、京都大学文学部英文科卒、同大学院博士課程中退、大阪府立大学助手、大阪女子大学専任講師を経て、京大総合人間学部教授、99年定年退官、名誉教授、退官後甲子園大学教授、 留国大学特任教授。病気休学した高校時代から京都学派の先人たちの本を好んで読み続ける。京大英文学会の起用に学派の学風についての論文2本を発表。京都学派良い古典で、吉川幸次郎ら酒人12名の人物論を表しつつ、文学研究にも京都学派があったと提唱した。英文学の研究者として三つの特徴を持つ。 文章を読み込んだ。一例として、英米現代史を英米人学者が参加して、英語だけで討論しながら読んでいった。この回は20年続き、桜井編居の10周年記念ドンシューザビューフロム、京都がなった。フィールドワークを行った。エリザベス一世の長身ウォルター・ローリーに、日本で初めて本格的に取り組み、アイルランドでローリーに分割された、旧植民地を倒査し、 黄金を求めたギアナへの大遠征を、オリノコ河口から奥地まで追跡し、イングランド本土では、ランディ島などほとんどすべての関係地を訪れた。歴史主義に立った。イギリス型ソネットの結句は二行だけで短い。短さを欠陥とする見方があり、その見方と関心を批判的に継承した。すなわち短い結句を既にある歴史としてそのまま認め、結句の起源を探り、 結構成立させたイギリス精神を探ったの歴史主義は広く一般的な立場だがは京都学派の特徴である。ありがとうございます。